沖流さは、近方月科沖流さ族の多年層。根室用は二回以上服用で、長い柄を持ち束制する。醤用は、さらに新裂する。茎につく葉は三枚が輪生し、無柄で基部が合着し、線状の裂片に分裂する。葉や花系など、全体的に白い長い毛に覆われる。 花茎の高さは、夏季の頃10センチメートルくらい、花子の種子がついた白い綿毛がつく頃は30から40センチメートルになる。夏季は4から5月で、安赤紫色の花を、花茎の先端に一個つける。開花の頃はうつむいて咲くが、後に上向きに変化する。花弁に見えるのは、学編で6枚あり、長さ2から2.5センチメートルになり、外側は白い毛で覆われる。 白く長い綿毛がある果実の集まった姿を、老人の頭に例え、沖縄草という、猫草という衣装もある。日本では、本州、四国、九州に分布し、産地の日当たりの良い草原や、河川の堤防などに生育する。アジアでは、朝鮮、中国の団体から温帯に分布する。かつて多く自生していた草地は、農業に関わる手入れにより維持されていた面があり。 草刈りなどの維持管理がなされくなり荒廃したこと、開発が進んだこと、それに山野草としての栽培を目的とした採取により、各地で激減している。前奏にプロトアネモニンラナンクリンなどを含む有毒植物。植物体から分泌される重液に触れれば、皮膚炎を引き起こすこともあり、誤食して中毒すれば、腹痛、嘔吐、血便のほか経攣、心停止に至る可能性もある。 漢方においては根を乾燥させたものが白桃沖縄と呼ばれ、下痢、閉経などに用いられる。絶滅危惧ル類。ありがとうございます。